い、皆さんこんにちは、しゅなたんです。はい、今回はですね、見ての通りすっぴんなので、今から Get Ready With Me を撮っていきたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。では、レッツゴー。はい、というわけで、じゃあ早速メイクからやっていきたいと思います。下地を出しすぎました。下地をめちゃめちゃ出しすぎた。そう、なんか今日ね、雨なんですよ。そう、今撮ってるのがちょうど梅雨の時期で、今日もね雨なんですけど、ちょっと用事があるのでね、メイクをしていこうと思うんですけれども、みんなはどうですか？なんか雨とか結構なんて言うんだろうな、その自分のメンタル的なものとかに影響してくるタイプですか？ちなみに言うと、私は結構影響します。結構ね、天気によって気分が上がったり下がったりしちゃうんですよね。そう、だから今のこの梅雨の時期は、私にとって同じ方も多いと思うんですけど、一年の中で一番気分が上がらないっていうか、パーってこう窓から外見たら毎日も白っぽい感じじゃないですか。雨が降ってなくてもなんか空がどんよりしてたりとか、だからなんか改めて天気の影響ってすごいなって私いつも思うんですよね。あと私も若干そうなんですけど、偏頭痛が起きたりとか、毎回ではないんですけど、最近ちょっと天気が悪いとなんか頭痛いなって感じることが増えて、しかもその偏頭痛がまた痛いんですよね。頭痛い時ってなんか何もやらなくなりませんか？ひどい時なんかもう動けないし、もうなんか前に私、雨の日の気分の上げ方がわからないんだよねみたいなことをストーリーで上げたんですよ。でその時にみんなから来たのは、私もですっていう方ももちろんいたんですけど、でも雨の日があるからこそ晴れの日のありがたみだったりとか、晴れた日が幸せに感じると思いますよみたいな返信が来て、確かになと思って、そうやって考えたことがなかったので、言われてみれば一年中晴れっていうのももちろん素敵だと思うし、今こう雨が嫌だなって思ってるので余計にそれが羨ましく感じちゃうかもしれないですけど、でも一年中晴れだって時ってそれが当たり前になるじゃないですか。その晴れの日の嬉しさとかっていうのもやっぱり少なくなるかと思って、それはすごい確かになって思いました。あとはこれも来たんですけど、雨の日だからこそ楽しめるファッションだったりとか傘だったりとかっていうのを私は買ってますみたいな感じで言ってた方もいて、それもいいなって思いました。雨の日にだけ履く靴とか、そういうのがあれば逆に雨の日が楽しみになるなと思って。みんなはなんかありますか、雨の日にやってることというか。あ、でもそれで言うと、私は今日みたいに雨の日とかでも用事があってメイクだったりとかヘアセットとかしなきゃいけないっていう日は、ヘアセットが一番気になると思うんですよ。雨の日って髪の毛って人それぞれ違うと思うんですけど、私は広がっちゃうんですよね。今もそうだと思うんですけど、なんか毛先の方とかがすごいこうパサついてふわって広がってくんですよ。で、あともう巻くなんてもってのほかです。開いちゃう時もあるんですけど、雨でもね秒で取れちゃうので、それがやっぱ雨の日って気になりますよね。逆に雨の日になるとうねりがすごいひどくなるとかっていう方もいますよね。多分本当あれどうにかしてほしいですよね。せっかく頑張って髪型とかを決めていっても雨のせいで台無しになっちゃったりとかするので、やる気も起きなくなっちゃいますよね、もはや。でも私も実際雨の日にやってる工夫というかがあるので、またそれも後でヘアセットをするときに紹介します、詳しく。今日はもう雨トークですね。雨でもこうおしゃれしたい日の準備みたいな感じ。あと私、あの雨の日の電車もすごい苦手かもしれない。あの電車の中がすっごいジーメーってするじゃないですか。電車の窓とかもなんか曇ってたりとか、あの空気も私結構こう苦手ですね。やっぱさっき言ってたその雨の日のグッズみたいなのとかいいですよね。私も長靴とか買おうかな。長靴ってあんまり大人になってから履くことなくないですか？長靴ちょっといいかも。え、なんかおすすめの長靴とかあったら教えてください、ぜひ。なんかここおしゃれだよとか知りたい。それにその雨の日限定のものとか欲しくなってきました。はい、ということでメイクこんな感じで完成いたしました。はい、じゃあ続いて髪の毛やっていきたいと思います。だいたい雨の日私は帽子をかぶるとか髪の毛を縛るとかっていうのもよくやるんですけど、どうしても今日髪の毛下ろしていきたいっていう時とかはストレートでもちょっと工夫することがあって、アイロンをする前にこれをつけます。ロイヤルパリのエクストラオーディナリーオイルのボタニカルオイルってやつなんですけど、多分ね見たことある方も多いと思います。これちなみに3種類あって、一番左のやつがエクストラオーディナリーオイルのエクストラリッチフィニッシュってやつ
つで、真ん中がエクストラオーディナリーオイルのエクラアンベリアルツヤ髪オイルってやつなんですけど、この3つがロリアルパレの中でも人気トップ3のヘアオイルになってて、選ばれたお花のエキスとオイルが入っててまとまってくれるので、髪の毛が梅雨の時期はもちろんそうなんですけど、そうじゃなくても湿気が多いだったりとか乾燥した日とかでも広がりだったりとかうねりに負けない髪の毛を作ってくれます。まああともちろん洗い流さないヘアトリートメントっていうので、いろんなダメージからもちゃんと髪の毛をケアしてくれて保湿もしてくれるんですけど、例えばやっぱり髪の毛のダメージで一番思いつくのはアイロンだったりとかドライヤーだと思うんですけど、そのダメージからもケアしてくれるし、意外とブラッシングとかでもダメージが加わっちゃうらしくて、そういうのとかからも守ってくれたりとか、紫外線のダメージだったりとか、さっき言ったみたいにそのうねりだったりとか広がりから髪の毛もちゃんとケアしてくれます。これすごいロングセラーの商品なんですけど、パッケージもこんな感じでボトルタイプになってるので、プッシュしたらね出てくる感じなのですごい楽だし、見た目も可愛いですよね。それぞれ手触りもすごいいいんですけど、そこは後で使う時に紹介できればと思うんですけど、香りがね本当にそれぞれいいのと、それぞれ特徴が違ったりとかもするので、1個ずつ簡単にではあるんですけど紹介します。まずこのエクストラリッチフィニッシュのやつ、これ結構多分見かける方多いと思うんですけど、アットコスメでビスコス1位を獲得してるやつで、これはね濃密に潤うプレミアムオイルって書いてあって、潤いに特化したタイプのものですね。香りがこれがホワイトジャスミンの香りで、すごく上品で爽やかな香りがするんですけど、ちょっとだけ甘みがほのかにあるなっていう感じが私はします。で次がこのピンクのパッケージのエクラアンベリアルツヤ髪オイルってやつなんですけど、まあこれは名前の通りまばゆく輝くプレミアムオイルって書いてあって、ツヤに特化したタイプになっております。これがフレンチローズの香りなんですけど、さっきのこのエクストラリッチフィニッシュに比べるとこっちの方がよりキュートな感じっていうか、もっと若々しい感じの香りがします。さっきのよりももうちょっと甘みが強い感じかな。でもそんなに甘ったるすぎないので、髪の毛につけててもあいい香りだなっていう感じなんですけど、結構なんかもう女の子っていう感じの香りがします。で最後がこのボタニカルオイルなんですけど、これが健やかボタニカルプレミアムオイルって書いてあって、髪の毛をこう軽やかにサラサラな感じにしてくれるタイプになってます。これがラベンダー&シトラスの香りで、まあ、ボタニカルっていうのもあって一番さっぱりとした爽やかな感じの香りがします。雨の日っていうのでちょっとこう爽やかにいきたいじゃないですか。やっぱり今日はこのボタニカルオイルを使っていこうと思います。アイロンをする前に私はこれを使います。だいたい私のこの髪の毛の長さで、まあ、2プッシュぐらいこう取ります。ほんのりとろみのある感じのオイルで、色はついてない透明のオイルですね。これを手に取って、まあ、手全体にこう広げます。でやっぱりこうドライヤーとかブラッシングからダメージを受けやすいこの内側から主にこうつけていく感じですかね。でまあこの中間毛先のあたりからつけていって、で残ったのをちょっと表面にもつける感じかな。私は結構毛先が広がりやすいのでそこが気になるので、毛先をちょっと多めにつけていきます。もうこのまとまっていく感じ、ツヤっとして、でめっちゃもう今髪の毛サラサラです。雨の日で気分がちょっと下がったところにこのすごいいい香りのするヘアオイルとかを使うと気分も上がりますよね。いい香りっていうのはめちゃくちゃ私の中でも重要なポイントですね。で本当に最後ちょっと余ったオイルを前髪に、であとこのロレアルパリのヘアオイルで私が気に入ってるのがベタつかないんですよね。オイルなんですけど保湿はしてくれてるし、すごいしっとりはするんだけど全然ベタつかないんですよね本当に。だからそこがねすごい気に入ってます。でこっからアイロンで髪の毛をストレートにしていきたいと思います。で今私アイロンする前につけてますけど、もちろんアイロンした後でも大丈夫ですし、お風呂の前とかにも使えるんですよ。シャンプーの前とか、もちろんお風呂上がった後のドライヤーの後、ドライヤーの前とかでも大丈夫です。本当にいつでも使えるっていう感じですね。はい、とりあえず片方こんな感じでできましたかね。どうだろう、結構まとまり良くないですか。でしかもめっちゃサラッサラなんですよ。ほら腰のある感じっていうか、髪の毛がいつも以上になんかしっかりしてまとまってくれる感じがあるんですよね。すごい本当に。ちなみにこれはですね、見かける方も多いと思うんですけど、全国のドラッグストアとかバラエティショップとかにも買えるし、オンラインでも買えるので、 Amazon とか楽天とかロハコとか、あとアットコスメショッピングかとかでも買えるので、ぜひ見てみてください。あ、そうだ、アットコスメでも口コミいいのでそれもちょっと見てみますか。結構私口コミ見るの好きなんですよね。口
口コミほどありがたいものってなくないですか。だってせっかくなのでこれ見てみますか。ビスコス1位獲得したってやつ。ヘアドライ前に塗布してからドライヤーしています。塗らずに乾かすと毛先で指が引っかかりますが、塗ってからだとスルスル通りますとか、シャンプー後タオルで髪の毛を乾かしてからドライヤー前に使用しました。ドライヤー後髪の毛がサラサラになりました。オイルですがベタつかないのも嬉しいです。オイルの香りも良いです。そう、本当にねベタつかないのがいいんですよ。ずっと愛用してます。お風呂上がりからのドライヤーする前に塗ってオイルでツヤ出しします。そしたら髪が指に絡むことなくスッと髪が絡まず済みました。ドライヤーの熱からも抑えて防止してくれるからとても良かったです。確かにこれは人気だなって感じですねとか、口コミもね結構どれも評判がいいんですよねとか言ってる間に髪の毛はストレートになりました。どうですか、わかります、このサラサラな感じ。まとまりもいいし、それぞれタイプが違うものになってるので、ご自身の髪の毛の悩みとか香りとかで選んでももちろんいいと思います。でちょっと最後前髪だけやっちゃいます。このオイルは商品名にも洗い流さないヘアトリートメントって書いてあるんですけど、どちらかというとヘアオイルはヘアオイルなんですけど、スタイリング剤とかに使うようなオイルっていうよりかは本当に髪の毛をケアしてくれるような、そんなイメージのオイルだなって私は感じました。はい、ということで髪の毛もこんな感じで完成いたしました。じゃあラストコーディネート紹介していきます。はい、ということでコーディネートこんな感じでございます。じゃ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 ん。まずこの T シャツがですね、これめっちゃ気に入ってるやつで、やっぱり雨の日ということでお気に入りのものを着たいなと思って、ヘブンっていうブランドのところのものです。このねダブルヘッドのクマちゃんがトレードマークでめっちゃ可愛いんですよ。この T シャツにこのサテンのシャツ、ベンモアのやつなんですけど、まあちょっと雨の日ということで若干肌寒い時もあるのかなと思い、シャツをちょっとおしゃれに斜め掛けにして寒い時は羽織れるような感じにしてます。パンツもこれはアベモアのやつなんですけど、パンツも雨の日ってこうやる気が起きないのでちょっとゆったりとした感じにはしたいけど、でも裾とかが広がったりとか長いと濡れちゃうじゃないですか。なのでこういうちょっとまとまりがいいやつにして、でそれを足元はこのブーツザラなんですけど、この中にブーツインしてより濡れるのを防いでおります。バッグはこれザラのやつなんですけど、素材がちょっとこう分かりますかね、雨にも大丈夫そうな素材のバッグなので今日はこれを選びました。で私傘は置き傘じゃなくて普通にでっかい傘を持つ派なので、常に片方の手は塞がっちゃうんですよね。だから最悪このショルダーで肩掛けできるようなそんなバッグにしているので、邪魔だなっていう時はこう肩掛けして片方の手は開くっていう感じになります。ここがポイントです。雨の日コーデはこんな感じです。はい、ということでこんな感じで準備完了しました。ということで今から行ってきたいと思います。まあ今回はね、雨の日のゲットレディーズミーということで、特にね悩みやすいこの髪の毛について結構お話ししていったと思うんですけれども、今回私が使ってたこのロレアルパリのエクストラオーディナリーオイルのシリーズなんですけれども、本当にどれもすごく良くて、前ね私も実際に雨の日にこれをつけて外に出たことあるんですけど、本当に広がりもそこまで気にならなかったし、会った方にも雨の日だし、こんなにこう今髪の毛私明るいんですけどなんでそんなにパサついてないのみたいな感じで言われたことがあって、そのぐらい本当に実際に効果を感じやすいので、髪の毛ってやっぱ日頃のケアも大事になってくると思うし、雨の日だけじゃなくて日頃からケアできるアイテムになってるので、概要欄にもその URL 貼っておくので、気になった方はぜひ覗いてみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ、行ってきます。